なんでリンゴさんが多分アルマさんだと思うって言ってたので、あなたを切ります。覚悟はよろしいか。ほんま下手くそやな、お前アマース。はっ、あはっ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 はあれ、マレンさんいた？くぅ、なるほどね。うん、なるほどなるほど、なるほど、なるほど、なるほどね。あ、I'm ready。これ自爆したらどうするの？おかしいね。いやいやいや、ポンズさんの方が怪しいんじゃないですか。なるほどなんていうのはなんか、どういう場面で言うの？なるほどなんて。いや、そりゃもちろんね、俺もなるほどって言いましたけどね。そりゃ、クルーリガル。クルー持ってて、なるほどなは言わないから、約束持ってるよね。ああ、もちろん持ってるよ。なんだろう、ないからなるほどなんてね。ないからなるほどな。おい、ポンズこれ。またこれ取られるで、これ。写真取られる。取られるよ。取られるで、やられてえのかおめえ。すぐ取ってくるで。殴られてえのかうぅぅ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 次。え、待て、あれ、なに、今ですよ、今これ。何した、今。ちょっと待ってね、冷静に。俺はまあ、リンゴさんにいろいろ聞きたいことある。私に聞きたいですか？私ははっちゃんに聞きたいことはありますけど。その反応に俺今驚いていて、この馬鏡を説明するのちょっと難しい、整理ついてない。馬鏡？馬鏡？すいません、ちょっと麻雀用語出ちゃいました。ですね、あの展望デッキで直してたんですよ、ね。うん、で直したの僕です、ちなみに。ペッてたら、そこに4人ぐらいいたわけですよ。まあ全員いましたね、ここにいる人間。で、僕は配電盤の上にいて、他の4人が全部下がってたと。そしたら、ね、キッチンからさーってこう斧が投げられて、俺の下にいた人間が全身だけですよ。そうなんだ。そうなのよ。そしたらね、分かった。うん。まあ停電の時に消えてったんですよ、リンゴさんは右側に、キッチンの。はいはい。で、停電が明けて、斧がファーって飛んできた瞬間に、えーって言いながら、リンゴさんが戻ってきたんですよ。だから僕目線は、ね、僕目線はですよ。白子、僕目線はね、あなたが斧を投げてね、死んでなかった俺を見て驚いてるようにしか見えないんですよ。一人キャッチボールみたいなことしてたってこと？そう、はい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 、白子リンゴだったってこと？今のはっちゃんの意見ですか？全てわかりました。教えてください。全てわかりました。あの、はっちゃんじゃないです、犯人は多分。斧はちょっと私見えてないんですけど、まあ、はっちゃんの言ってることが、まあ、正しいとしたら、あの4人死んだのは本当だから正しいっぽいんですよ。でね、私停電明けに展望デッキに入るときに右の方に逃げていく人を見たんです。あっ、そいつや絶対犯人。はい、もう洗ってみる。じゃあアーカイブの4人は多分違うで、夏ぴょん、足湯、あと誰か2人、うん、手挙げて。赤メタもかな。最後アーカイブでアドミン見てて、シャワーからメインに2人移動してると思う。その人も無理。はい、あ、しゃ、そうね、チャゲプーと2人で移動したよ。うん、コックピットにアルマさんと、通信室前でバブケとすれ違ってるから、そうですね、お嬢さんとすれ違いましたね。無理かな。じゃあもうリンゴさんしかいない。リンゴさんがさ、それ巻き込まれて、なんか右に逃げていく人がいたんだったら、リンゴさんが巻き込まれてないの変じゃない？あ、私はね、停電中武器庫の方に一回行ってるんですよ。どうなったかな。いや、でもパッションは感じてる。でしょ、感じてる。ちょっと釣りたくないかも。あ、わあ、マジか。いや、本当に違うのに。いや、違うって俺思ってるよ。え、リンゴさん、俺シェリフなんだ、はい、切ってやる。誰がいい？誰が怪しかった？かな、わかった。パーパパーパパッパラッパパッパー。私はリンゴさんの指名を受けましてですね、中野アルマを処刑します。なんで？リンゴさんが多分アルマさんだと思うって言ってたので、あなたを切ります。覚悟はよろしいか。ほんま下手くそやな、お前アマース。はっ、あ、マース
今全然開けちゃう。高田さん、ありがとう。あげて。本当に優しい。クソジジ。本当にありがとう。本当にありがとう。高田さん。またね。あれ。ああ。高田。ああ。何蘇生してんだよ。まず僕がネクロマンサーだろ。お前がネクロマンサーだろ。やったー。だから言ってんだよ。本当に下手くそジジイだったよね、もう八山。アルマ以外のジジイだったからな。そんなことある。始めたばっかりじゃん。やっぱり初心者ないんだけど。そう、あの見た後のアルマはジジイだったしか立ってないのかな。で、僕ね、セリフ発砲してたけど、オプションとしてやってたのにね。サイドキック笑ってるから。僕リーパーですよ、普通に殺して切ってたから。そうですね、下切れない。そうか、殺したから。そうか、そう、普通に殺したから。で、血をベタベタつけながら歩いて逃げてます。これってそういうゲームじゃないの？確かに最初、イラつく人切れってハッちゃん言ってたもんな。あー、言ったけど、だってさ、絶対ありえないでしょ、中野アルマがインポスターなんて。いや、でもそれは、アッシュさん、でもしょうがない、それは。はっちゃんさんとリンゴさんさんはあの、うん、多分まだアマース始めたばっかりな。そこは分かんなくてもしょうがない。でもはっちゃんの左上100って書いてあるから、アルマさんと一緒。これ代行。代行。代行。アルマと俺はしっかり自分であげたやつだもんね。いや、そう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 。俺大根なんだ、これ。だってレベル100で僕に発砲するわけないじゃん、さっき。確かに、いや、ムカつくマジでこいつ。マジでムカつく。じゃあ大丈夫。レベル100か大根なのは確定で。じゃあ一番レベル低いやつからつっとく。いやいや、もうあれでしょ。なんで真っ赤に染めてきているのに。一応ごめんな、ね、あのアルマ一緒に死んでくれよ、ごめんな。ああ、おおお、あ、やばい、使う前に使う前に。これってことはジャッカルが生きてんのか。終わってないからね。そうですね、アシュさん、これ多分あ、どっちやられてんな。どっちどっちどっち。オーシオンに先撃たれましたよ、ほら。先撃たれたな。うーまー。え、てか、なんでアルマさんが死なないの。うーまー、キモー。アルマがサイドキックだから先撃してきたな。そういうことか。なんだこれ、打ちミス。すごいね。ネクロマンサー以外で打つことあります？はい、ネクロマンサー能力ついて見せてやるからついてこい。え、これ、はい、マジでミスったんだ。いいよ。の、人外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 弁当入ってたもんね。だから、あの、弁当入れる、弁当入れる。オッケーオッケー、弁当入ってる、見た。あれだったのよ、あの、あ、そう、オシオンに殺されたの、一番最初か。光ってた、そう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 。なんなんだ、武器欲しいね。何やってんだよ。なんで今大丈夫か、今ゆり散らかしてるやん。あいつらよく見せるか。オッケーオッケーオッケー、こっちこっちこっち。おい、なんかナツピョンいた。ナツピョンいた。ナツピョンいた。ナツピョン、ナツピョン。びっくりした、マジで。ずっと待ってるやん。ずっと待ってる。ずっともう連れてきてくれるの待ってる。けなぎに待っとるやないか。来ないのに。来ないな、来ないな。誰も来ないなっつって。まだ？熱い高いよでも。こいつ！こっそ負けた。なんていうことでしょう。負けた。ちゃげた。おい、なんでナツピョンが死んでるんだ。え？なんでナツピョンが死んでるんだ。え？あ、え？え、でもナツピョンって結構直近じゃない？僕とバブルがアーカイブから。確かにその時生きてたもんな。走ってって、そう、その時生きてたって分かった直後に死んでたからな、ナツピョン。え、ガチで俺ナツピョンは知らんよ、これ。え？え、でも僕とバブル常に一緒にいたから。混乱してるだろうな。今回はマジで一緒にいて、キルしてないから、お互い。え、で、シェリフは、ハッちゃん。ハッちゃん、ハッちゃん。ハッちゃん確定してますよ。なんで？かわいそう。おい、お前らどっちかにいるんだろう。いやいや、え、でもバブルメイヤーなんでしょ。そうっすよ。何にせよバブルが死んだったら勝ちだからな。嘘じゃん。打てないっすよね、チャゲさん持ち。打てないよ。いやいやいや、こんなに余裕なことないじゃん。勝てたのオッシーがしっかり
やってたからね。だからだよね。あ、足尾さんを先打ちしたからだよね。そうです。いやいい試合だ。どういうこと？いい試合だね。全然黒くないから。ネクロマンサー起こした瞬間ジャッカルにすんの強いや、そうだよな、だって。足尾さんが打ち間違えるわけないわけないからね。そうだよ、そうですよ、うん、先打ちです。ネクロマンサー守り打ちだよね、あれね。いや見事だったね、今の。 ありがとうね、アルマソセしてくれて。あ、いやいや、対価なのにいい試合とかわかんだね、ハッチャンさんで。うるせえ対抗じゃねえからな。天上天下つなぐ花火かな、とこしえと刹那の出会い、するまちはするまちはする。